あ、見ろよあれ。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？ご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う！マスコットイカじゃないか！とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。見知らぬその尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？
ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな、オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ。そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。
化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。試合をしよう。ウサギ伯爵出撃と、はっ、くれいぞ、はっ、くれいでも、あんたも戦えるなんて思わなかった。シエ、ありがとう。ねえ、戦ってどう思った？なんでこんなところにヒルチャールが現れるんだ？こういう奴らは普通、都市から離れたところに巣を作るよな。そうね、本来だったら荒野にいるはずね。でも最近、風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。少し体を動かしたいな。向こうに何か変なものがあるみたい。見に行かないの？見に行かないの？
ジンさんにサボっているところを見つかったら、どやされちゃうよ。向こうに何か変なものがあるみたい。見に行かないの？見に行かないの？少し体を動かしたいな。向こうに何か変なものがあるみたい。見に行かないの？見に行かないの？
ちんとしまっておこう。旅の収穫だ。風の塊みたいなもんだ。風たちの地にある七天神像に行こうぜ。それを神に捧げるんだ。ほらほら、七天神像だ。さて、供物を捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。
天神像の祝福を感じたか？モンドの人々はあれを失われた風神の瞳と呼んでる。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目とし実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め、加護を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら、心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっともっと。はっ、飲んだわよ。雨のようなギャオ。はっ。と。はっ。
てこれるかな。ウサギ伯爵出撃。共に去れ。この世界も俺に答えているのか。頼んだわよ。と、はっ、と、ついてこれるかな。
げ道はないよ。来れるかな？試合をしよう。腹が減っては冒険ができ。次は何作ろうかしら。ん？
君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？そうなの？鍋の準備はできてるから腕前を見せてみて。サバイバルのプロ直々の指南を受けられるチャンスはめったにないわよ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。いただきます。こくり、うん、思ったより美味しい。君やっぱりセンスあるわね。そうだろう。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。料理のお礼よ。え、いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから、君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間があるときに寄ってみるといいわ。うんうん、情報ありがとう。っておい、オイラにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都。セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、
モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジン、モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあんたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。普段この辺はにぎわってるんだけど、最近は風魔竜のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる。星と深淵を目指せ、ようこそ冒険者協会へ。
調達が必要でしたら。暁ワイナリーのダンディアイオン酒、絶対飲んで損しないよ。それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあんたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど、指示はちゃんと聞いてね。
風の翼ってこんなに長時間対空できるのか。落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。え、この声誰だ。巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待て、アンバー、見たことない奴がいるんだが。あ、そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？
風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。可愛いわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。三つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。
か彼方にいる従者たちは。冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。私断罪の皇子。これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。運命のささやきが聞こえる。私の名を呼んでいるわ。
雪を前やっ、え、you
でん。ふん、いや、あらば、や、ふん、いや、ほ、よ、や、どどん、ほ、うん、出てこい、ふん、いや、ほ、あらば、よ、天中宙に分け与えられた楽園。岩の重さは安心できます。なんだ？おい、なんだそれ？オイラを先人に立たせるつもりか？こんなに小さいし、オーダーメイドしかないな。オーダーメイドできるんだ。当然だ。
販売、オーダーメイド、精錬、すべてこの鉄工房の仕事だ。お前に功績があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。この付近で鉄が見つかりやすい場所を教えるよ。鉄を持ってくれば製造してやる。礼はいらない。仕事に戻るよ。なんかイライラしてる。好きなものを選ぶといい。邪魔したのかな。ワグナーが作ったものに不良品はないぜ。なんだ。ああ、そんなこともあったな。忙しすぎて忘れてたよ。まあいい、この色のものも使えないわけではない。宝石を見つけたらこっちに来るといい。もちろん俺が忙しくない時に来るのが一番いいがな。鉄を打つには集中力が必要だ。客の世間話に付き合うのは苦手だ。腕が良ければ依頼が来る。他のことはいらないんだ。用がなければ仕事に戻るぞ。真面目な人だな。ちょっと短気なとこもあるけど、製造は彼に任せておけば。遥か彼方にいる従者たちは冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。天地創造、分け与えられたエデン、私こそが断罪の公主。あ、
された四風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、あ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。まずい、角笛の音。きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだ。でもこういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。出発百中。
それで少しはジンさんの役に立てたと思う。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。
よ。断罪の名において、助けが必要な方がいるはずです。眠る宝よ。眠る宝よ。昼夜を切り裂きなさい。またか。
りの収穫だ。近くに来てくれ。何か匂うか？この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ああ賑やかだが危なくはない。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けを。してきた経験だよ。おとなしくしやがって。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。
通れ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか。てやっ、お前って本当にせっかちだな。こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか。可能性はある。早速やるぞ。いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきそう。普段は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。
面白いものを探しに行こう。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？なかなか運がいいじゃないか。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？
間です。はた、やっやっ。心から嬉しく思います。おとなしく仕上がる。お前って本当にこれ。
く。おとなしくしやがれ。風邪ひくなよ。これ。こいつはどうだ？これ。お前って本当にせっかちだな。私の氷。我が祝福の名を呼ぶがいい。危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。基本的に肉体労働と頭脳労働以外のことかしら。それ以外に何があるんだ。私も少し本気を出そうかしら。ふっはっ、しびれなさい。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い現像反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？何もできないぞ。この風を使って上に行きましょう。それ、しびれなさい。
お姉さんに任せて。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。お仕置き。ちょっとビリビリさせないとね。お姉さんはすごいのよ。ちょっとビリビリさせないとね。上に上がりましょう。逃がさないわよ。痛い。ふっ、それ。ふっ、うがちなさい。痛い。ビリビリさせないとね。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。まさか、それで生じた雷の火花は落ち。
ような恋ほどの衝撃ではないけれどね。ん？私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら？ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。これを壊せば帰って休めるのよね。休めると思ったら俄然やる気が湧いてきたわ。東風の竜トアリン、南風の獅子ダンディライオン、北風の狼ボレアス、西風の鷹セピロス、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろう。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。